アビアタル・アベリー・イノは、ドミニカ共和国産、ペドロ・デマコリス州サンペドロ・デマコリス出身の、プロ野球選手、ウトウ・ミギウチ。現在は、シカゴ・カブス参加所属。2011年12月26日に、ニューヨーク・ヤンキースとマイナー契約を結んだ。2012年に、参加のルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・ヤンキース1で、プロデビュー。57試合に出場して打率。 302、1本塁打、二25打点、20盗塁を記録した。2013年は、ルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ヤンキースと A-9、スタテン・アイランド・ヤンキースでプレー。A-9、スタテン・アイランドでは17試合に出場して打率。243、6打点、2盗塁を記録した。2014年は、ルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ヤンキースと A 級。 チャールストン・リバードックスでプレー。A 級チャールストンでは53試合に出場し、打率232、2本塁打、12打点、11盗塁を記録した。2015年は A 級チャールストンで20試合に出場後、5月に A 級ン波ヤンキースへ昇格。A 級ン波では103試合に出場して打率252、4本塁打、23打点。 38盗塁を記録した。2016年は AA 短波で93試合に出場後、7月に AA トレントンサンダーへ昇格した。AA トレントンでは33試合に出場して、打率244、14打点、1盗塁を記録した。2017年は AA 短波、AA トレントン、トリプル A q スクラントン・ウィルクスバリ・レールライダースでプレー。トリプル A 級、スクラントン・ウィルクスバリでは打率。213、6打点、3盗塁を記録した。2018年は、A 級トレントンとトリプル A 級、スクラントン・ウィルクスバリでプレー。トリプル A 級では74試合に出場して打率25。252、5本塁打、38打点、10盗塁を記録した。 2018年8月31日にアンドリュー・マカッチェンとのトレードでフアンデ・ポーラと共にサンフランシスコジャイアンツへ移籍した。9月4日にジャイアンツとメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。9月8日のミルウォーキーブルワーズ戦でメジャーデビュー。7番遊撃手として先発起用されたが2打数無安打に三振に終わった。 この年メジャーでは6試合に出場して打率273を記録した。2020年8月9日にディフェとなり16日にマイナー契約となった。9月7日に自由契約となった。2020年11月20日にシカゴカブスとマイナー契約を結んだ。ありがとうございます。